教授は、古代日本において、社教をお行とした人。本校にて解説する。教官の表層をお行とする人。折本や巻物に仕立て、紐や軸をつけたりする職人。本校にて解説する。書画の幅、または屏風、襖などを表層する職人。表具士、表具屋。表層師、表具を参照。教文を読書、考説する思想。教授は、 古代日本において、経典の書者を行とした人。日本書紀によると、天武天皇2年の時に、書生に、初めて一切経を河原寺に移させたとある。焦燥院文書には、書士、教授、教制とも記されている。古代日本の律令成果では、図書領の社書士が社経を行っていた。日本で意気にも、民間の教授が見える話がある。ただ、 教授として知名度の高いものは、公明皇后の皇后グル職が経営していた、社教書の教授であり、同所には、高賞、総、大使、明瀬、江氏らも所属していた。当初の教授は、他の監視から農所課の官人が召されたが、後に里人も採用された。社所書,書1ヶ月の最多の弁人数は、天平商法2年4月の3391人で、 うち所生は2557人であった。書車料は1日で4から8丁、職米は、比別2章2号、伏せは、祖教論40丁に、布1単、線は1丁につき5分とし、足ぎぬ、面で支給されることもあり、脱字は5字ごとに1分、甲ごとに20分、五社は5字ごとに1分言及された。特に官能な教授は大使を務めた。また、 社教所に勤務した官員や里人の勤務状態から、奈良時代当時の宗教や官人機構、農村生活を伺うことができる。奈良時代に教官の表層作業は、創始が担当していたが、平安時代後期の12世紀になり、教授の仕事は、教官や巻子本の製本の作業が多くなり、それが、教授の主な仕事に変貌していった。それと同時に、 教授は職人として独立し、江戸時代初期の17世紀の初めには、巻子本だけではなく、刺し本の製本も行うようになり、屏風や襖なども表層したりする表紙の表具紙の仕事も混在するようになってきた。一方で、和本の刺し本の製本には表紙屋という専門職人が分化しており、教授は巻子本や巻物になり、表具紙の仕事が加わっている。 自宅で仕事をする、異軸で、教授屋というようになった。17世紀の初めには、京都で、表具屋の巻物は使い物にならない、教授の表具は良くないという評価は存在していたが、次第に、教授屋は、社教師の仕事よりも、表具屋や投資師の仕事が主体になっていった。当初は、教授屋は特別なハノコ型が道具として使っていたが、察し本が多くなると、 竹の弾力を利用して、錠を圧削する、短い太い中上の道具や、糊を入れる桶または、鉢やハケと金斜紙を振りかけるときに使う水納などを、使うようになった。また、技法は、掛物と同じであるが、糊は薄いものを使っている。裏打ち、仮張りをして、定規を当てて、紙切り包丁で立ち、軸に巻きつけている。教授の仕事は、京都が中心で、 教授仲間の長を大教授と言って、金利の注文に応じていた。また、暦の印刷、発行の特権を持ってもいた。ありがとうございます。